勝見正義は、日本の映画監督、脚本家である。別名、勝見正幸。さ九百1903年1月1日、北海道で生まれる。10歳上の兄に、俳優の勝見陽太郎がいる。東京に移り、旧姓、早稲田第二高等学院に入学するも、中途退学し、兄が所属する小畜かまた撮影所の監督部に、入社する。池田義信に指示して、脚本。 演出を学び、その後、京都に移り、牧野肖像の牧野映画製作所当時院撮影所に遺跡、沼田公録に指示する。1924年7月、同社は東亜キネマに吸収されるが、勝美は継続的に同社の当時院撮影所に入社する。1925年6月19日に公開された。 沼田監督の落下の前後編で助監督としてクレジットされた記録が残っている。同年同月、牧野は東亜キネマを退社し、新たに個室撮影所を設け、新会社牧野プロダクションを設立すると、勝美もこれに参加する。同年8月28日には、岡本軌道の原作を中島とめみつが脚色した白古隊が公開されるが、これは、 マキノの総監督のもとに、勝ツが演出したものであり、これが認められ、自ら執筆した原案を、西条翔太郎が脚本化した、目明かし、佐吉の詩を第1回監督作として、同年10月4日に公開、本格的に監督として一本立ちした。以降、多く、最上脚本作の演出を手掛けた。光を求めての原案となった、文明の破壊のスチル写真。 1926年の初め、兄、洋太郎が、松竹キネマを退社。勝美は兄に対し、牧野と提携して、勝美陽洋太郎プロダクションを設立することを進め、これが実現する。同年11月14日には、勝美陽洋太郎プロダクション第一回作品として、兄が監督、主演、勝美が監督補としてクレジットされた、恋の丸橋が公開される。以降、 兄が監督を兼務しないほとんどの作品を勝美が監督した。1929年7月25日には、牧野正造が亡くなり、同年9月に牧野正広をくとした新体制が発表になると、勝美は牧野正広、金森番章、二川文太郎、吉野二郎、坂田重のリラと共に監督に名を連ねた。勝美が監督し、 1930年5月16日に公開された光を求めてはジョージ・フィッツ・モーリス監督の文明の破壊を熊谷久也が日本を舞台に翻案したものであり、元々の舞台儀曲を書いたウィラード・マックが原作にクレジットされている。その後、身体成果の巻のプロダクションは財政が悪化し、同年12月、賃金未払いが発生してストライキが起き、 翌1931年1月、牧野正弘に代わって、二川文太郎が委員長となった、従業員組合の副委員長に、金森と共に就任している。同年同月、制作が再開されたが、同年2月にはオムロ撮影所が全焼、同年3月末には、解散を余儀なくされた。勝美は、最後まで同社に所属して、同社の制作を支え、 同年3月13日に公開された、紅れない川堀が、同社での最後の監督作であった。同社在籍中に、同社所属の女優と結婚歴があったと、岸松尾が記している。同社解散後、月形龍之介が陶器を制作するために、奈良に撮影所を開いた第二次月形プロダクションで、レックス・イングラム監督のスカラムーシュを本案した、暁の紫外線を監督し、 同作は1932年4月7日に公開されている。同作では写真科学研究所のシステムを採用、日本での最初期のオールトーキーを実現した。1934年には西条翔太郎の紹介で東京の大都映画に入社する。同年3月29日公開された、名金奇襲ア間山3の巻が記録に残る入社第一作である。この頃、 同社の女優、佐久間妙子の姉と結婚している。1935年2月7日に公開された、三室紫図金前編を最後に同社を退社した。1936年5月に、兵庫県西宮市紅葉園に設立された、紅葉映画に入社し、勝見正幸の名で散作を撮っている。1937年の同社解散後は、時期は不明であるが、 中国大陸を放浪したとされる。第二次世界大戦後の作品歴等詳細な消息は伝えられておらず、岸松尾はアルコール中毒だったと表現している。戦後16年経った1961年9月8日、病院で死去した。万58歳没。翌1962年9月1日には、兄の勝美洋太郎が万68歳で死去している。 妻との間には4男一女を設け、妻は、勝美と同じく、牧野の出身で、紅葉映画にも在籍した、映画監督、高見さだの妻、なちえみこと仲が良く、戦後はいずれも東京に在住し交流したとのことで、ある。2005年に、イタリアで行われた第24回ポルデノーネ、無声映画祭で、現存する一作、あだうちキタ勝カが上映された。人間。 事業基地公開時のチラシ、勝見正義の名が確認できる。図柄は、勝見み太郎ら。クレジットは特筆以外すべて、監督である。公開日の右側には、監督を含む監督以外のクレジットがなされた場合の、職名、および、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの、現存状況についても記す。 同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外すべて制作は、キ野プロダクションを出撮影所、配給は、キ野プロダクション、特筆以外はサイレントである。制作は、月型プロダクション、配給は、欧米映画社、トーキーである。 すべて制作、配給は、大と映画、特筆以外はサイレントである。すべて制作は、紅葉映画、配給は、牧野トーキー製作所、すべて、勝見正幸名義、特筆以外はトーキーである。ありがとうございます。